スレチックスの藤浪が10日、敵地ヤンキース戦で今季6度目となる救援マウンドに上がったが、アーロン・ジャッジ外野手との対戦はなく、去年のアメリカで1番の選手。対戦できれば嬉しく思いますと MVP 男との対戦を熱望した。おいおい犯罪予告か。ジャッジは右打ちや。まあ頑張れ。たまに高騰するのが余計立ちが悪い。こいつ右バッターの頭に直接？一回抑えたら元気になるメンタル、逆に中継ぎ向いてるやろ。昨日の全投球見たけど、相変わらずビーンボールとワンバンも投げてたし、本当に運でしかないのがな。余裕は、メジャーでのブリューデン作りか。今日のヤンキース戦もあの抜けた球見てから、打者がやる気なくしてたよな。藤浪、俺が大谷にしてあげれることはこれくらいだ。堂々と犯行予告かよ。国際問題なるわ。これは KO だな。藤浪、お前か？うちの大谷の邪魔をしてる噂のジャッジとやらは。対戦って、一方的な攻撃になるだけじゃん。バッタバッタと打ち取る姿楽しみにしてるで。ジャッジの身長だとちょうど頭打ち抜けるやろ。ヤンキースよ、彼の純粋な思いを叶えてやってくれないか？藤浪の自信がどこから湧いてくるのか知りたいわ。その時はもちろん先発でやろ。せっかく怪我回復して復帰したのに。どうせ1年でクビだから思い出作りモードに入っとるやろ。この成績でこの自信満々のコメントできるのすごいよな。あの成績でこのコメント出せるメンタル天才やろ。このふてぶてしさはクローザー向きや。メンタルとかじゃなくて無責任なんだと思うで。保守、味方が至急当てられた。藤報復や頭いったれ。藤 OK、これで低めズドンズドン3球三振です。